や、トミーのトミーです。よろしくお願いします。ということで、今回は現実世界で僕に会ったことがある人に実際にどういう印象を抱いたか、インスタグラムの方で募集させていただきまして、その中から面白そうなやつをいくつかピックアップして、それについてコメントしていこうかなと思います。はい。まずは、今日は赤い服着てないんだ。いや、プーさんじゃねえわ。下半身露出しながら蜂蜜食ってねえわ。最近、代々木のビーチクでカニクリームコロッケ売ってたんで、実際僕に会った人も多いのかなと思うので、皆さんから見た印象の方をチェックしていこうと思います。デカキン、ジンジン、ンダホ、キョウちゃん、セイキンの次に丸かったかな。いや、セイキンさんガリガリだろ。へぇー、結構ボーイッシュなんだ。いや、ボーイです。女性でちょっとその男性っぽいファッションとかね、髪型とかしてる方をボーイッシュって言いますけど、いや、ボーイです。ボーイ中のボーイ。出所後でさすがに痩せてたよ。あ、捕まってないです。その豚箱の飯まずかったわ状態じゃないのよ。その、YouTube の企画でダイエットしただけなのよ。生き方ギャンブラーと思えないくらい丸かった。いや、ギャンブラーデブでもいいだろ。体型指定とかないだろ。3ミリ浮いてた。いや、ドラえもんじゃねえわ。俺がドラえもんだったらタイムマシーンに乗って、あの剣をなんとかするだろ。目がクリクリで毛が茶色でふわふわしてて、尻尾が犬種にしては長かった。ああ、多分それポテトです。レッドブルのカーレースの試乗の時に乗る時手差し伸べてくれて優しかった。無視しちゃったけど、無視すな。力持ちなのか知りたいので、山の開拓を手伝いに来てほしいです。いや、人で確保しようとすな。その検証に見せかけて労働力が欲しいだけだろ。イケメン。だと思ってたのに。いや、いつもフィルターバチバチで撮影してる TikToker に街中で会った時か。現物ままだろ。もう画面越しでもちゃんとブサイクだろ。会いたくない。あ、いっす。いっす。めっちゃ近いと思って焦ったけど、まだ2メートル先にいた。いや、そんなでかくねえわ。ハグリッドじゃないんだから。他のお店回ってる時、ファンからの目線気にしてカッコつけて歩いてる。いや、カッコつけて歩いてないわ。カッコ。つけて歩いてました。全然おじさんじゃない。歩き方がおじいちゃん、おじいちゃんじゃねえか。そのまだおじさんって名乗んなくていいよ。若いんだからお兄さんって名乗んないよじゃなくて、おじいちゃんじゃねえか。まだ29だぞ。もう29か。本当にブリーフ履いてた。あ、多分それ僕じゃないです。知らんブリーフおじさんに抱かれないでください。背中にタトゥー入っててびっくりした。あ、多分それ僕じゃないです。知らない怖いおじさんに抱かれないでください。それいけ、シャンパンマン。シャンパンマンじゃねえわ。ということで、皆さんからいただいた僕に実際会った時の印象をいくつか紹介させていただきました。たくさんのご応募ありがとうございました。この動画にもたくさんコメントいただけたら嬉しいです。あとね、たまには、チャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、トミビデオでした。またね。じゃあね。